こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきたいと思います。はい、今回は4位の筑波田ガマと、ぶつかります。筑波田ガマこんなチームです。強い。上位陣は本当に強いですね。特にディフェンダー勢が強い。うまくかいくぐってキーパーと1対1に持ち込みたいところです。さあ、公式戦3戦目、まだ余裕ありますね。ミホと交換かな。ミホとナナコ交換。リオと学びを交換ですか。さあ、こちらホームスタジオ、何としても勝たねばなりません。筑波田ガマ戦、ステータスはこちらの方が相変わらず見劣ってるんですよね。やっぱり S が多いっていうのはすごい脅威。ナーコが飛び込んでいく。鉄壁の守備、クルミがちょっと痛がってます。甘いこぼれ球、危なかった。鷹の井捉えてしまう。これは不用意だ。おっと、ロフィする。萌え、カイドウに捉えてしまいます。遅い、あれほどカウンターが大事だと言ってんのに。あーっと、先取点決められてしまいました。つらいね。まだ1点差だ。追いつける力はあります。サイド、あ、これはちょっとスーパープレーかな。かなりのカイドウのロングのセンタリングも、センタリングというかもう縦パスに近い感じですね。効きましたよね。さあ、祈り決めたと思った。オフサイドだ。やっぱり無理があったか。一回下がったんですけどね、オフサイドトラップ対策に。審判から判断されてしまいました。あっと、危ない。2点目、危うく入るとこだった。このあと意気消沈しますよね。リオ、いい声。これが相手の鉄壁の守備だ。さあ、アッカーに渡ってしまったぞ。こちらの相手ボールの時間が長くなっております。どうしたものか。うまい窓か。さあ、これで前半終了です。やっぱり中盤が疲れてますね。あと守備も疲れている。なんとこです、判断ね。
左変えますかね、とりあえず。どうさて、3人目をどうするか。さっき入れましょう。もう、全員交代して、勝負をかけます。さあ、後半開始です。ボレーからしっかり決めてきました。守備がちょっと上に上がってて、手薄になってましたね。おあっかすごい、綾香が救いました。さあチャンス、くるみオフサイドか、ゴールポストに当たってしまいましたね。その前にさあラメル早い、おーラメル、ラメルの個人プレイ、パンチングだ。ちょっとキーパー、ただ、ここはもう、くるみが、横に出したのは正解だったのか。正解じゃないような、カイドウが怖い。上がっていきます。攻撃にもチェンジできますからね、カイドウは。もうカイドウが気をつけないと、何をやってるんだ。まなみ。ここはなんとか、外に出て救われましたが。どこだ？あやかだ。あやか、何度も敵のピンチを救います。早い。何もいないところに出してしまった。これは良くないぞ。さあ、ここまなみが、ちょっと攻めあぐねてる。もうほとんど時間がない。さあ、ラストチャンスかな？幸子！また、試合終了ですね。ちょっと詰め込んだな。今聞かなかった。両方ともやっぱり守備を持ってるっていう感じでしたよね。筑波川の鉄壁の守備はなかなか強力でした。アッカーに決められてしまいますね。これはやっぱり、パスもうまかった。ここも危なかった。この時間帯防戦一方でした。後半に入っていきなり幸子か海、どれかな、やっぱり。ラメルのスーパープレイ。慌ててシュートを行ってしまったのが幸いか。この連続、最後まで諦めない幸子。
いたクランカリマズの方を上回ってたんですね。課題はフルの10個をいただきました。結果1対1の引き分けでした。はい、3つですね、いただきましたね。5位です。勝ち点は4、2番瀬大阪は9なので、早くも5点つけられてしまいました。2番瀬大阪のみが3連勝です。さあこれで、まあ、比較的上位陣との対戦が多かったわけですが、でもその上位陣にしっかり勝つことが大事なんですけどね。これからの試合も気を抜かずにしっかり勝っていきたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。ライブ配信もやってますので、ぜひツイッターのフォローお願いします。最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こう。